多分バルキュリアはこの中じゃ。そう。それで戦うのか。魂が囚われとるんじゃぞ。黙っていろ。戦闘を祈るぞ。だがなぜ囚われていた。女王がこうしたんだと思う。だがなぜシグルーンが務めを妨げる。その謎を解こうとしとるとこじゃ。彼女がこうした理由に心当たりはあるか。いや、バルキュリアなしでは戦場の死者がバルハラへ行けない。ヘルヘイムは死者の魂であふれ、ミズガルズは復讐心に囚われた亡者であふれかえる。バルキュリアにとってそれ以上の恥はない。もう行かねば。力を尽くしてみよう。さらば。答えは出たようだな、クビオ。女王はオーディンに反抗し、そのためにバルキュリアを投獄した。確かにシグルーンはオーディンを嫌っとった。それでも任務と責任があるんじゃ。それを投げ出してまでオーディンに歯向かうとは到底思えん。いや違う、憎しみは義務に勝る。女王を探し出して止めないと。ごめんね、ミズ。ああ、気にするな。シグルーンの自業自得じゃ。祈るしか。命の仕方がないな。どう探すのだ。わしにもわからんの。どこにおるのか見当がつかん。見つけないと。絶対にミズガルズの運命がかかってる。